Alright folks, for this video we're going to be showing off gameplay of Code of Princess EX for the Nintendo Switch, originally released on the Nintendo 3DS. And if you're interested in my review, I'll have a link in the description, so you can check that out. But right now, let's get started with some gameplay. We can do some free play a bit. Oh, did I pick free play? Bonus quest. That's what I mean.
So that one. Alright folks, now that I shut off a bit of gameplay in portable mode, why don't we do a little bit of it in console mode? So why don't we get started?
すみません。出かけておりません。調子乗りすぎ。さあ、退散しよう。が退治していったのじゃ。姫、ソランジのことか。そうじゃ。もういないがの。奴らの行き先は方角からして大城壁の方ではないかと。よし、追いかけるぞ。母さん、金借りてんの？僕じゃないって。父さんが勝手に僕を保証人にしてたんだよ。どうだか。あら、お姉さんたち、これから冒険でっか。わて丸猫ポロ言います。武器に防具にアクセサリーなんでも揃ってます。せいぜい勉強させてもらいます。互いに見かけたら声かけたって。ほなな。知らんけど、冥王軍に追っかけられてまんねん。あんたらも早う大城壁の外に逃げんと南の港に沈められますせ。ほな、ごめんやっしゃ。よし、あたしらも長いは無用。僕、城壁の外の裏知ってるよ。ナイスですわ、アレグロ。
私たちを連れてって。俺任せね。昔はこの辺りにはいなかったのに。冥王軍は魔物を退治してくれてるんじゃなかったのか。どうせサボってんだ。なんかもっとちゃんとした理由がありそうだけど。あたしら追いかけるのサボってくんないかな。ありったな。
どうした？大丈夫、収まった。誰か戦っているよ。シューティングスターの助と申す者でござる。僕、遊び人アレグロ、よろしくね。盗賊アリーダ、よろしく。俺の名はドラッケンティーダ、ミスターティーと呼んでくれ。幻獣剣 UMA48 の伝承者だ。UMA? 幻獣剣、すなわち未確認生命体の動きを模して作られた剣法なんだ。言葉の意味はよくわからんが、すごい自信だ。素敵な剣法ですわね。私はソランジュ、リクスケ。なるほど。貴殿の佇まいからは何とも言えぬゆかしい気配を感じますけど。その剣は？確かに癒されるでござる。腐った身にも染み渡るわ。ソラだわね。私はレディーゾゾ、みんなはゾゾ子って呼ぶよ。な、何？この光、もしや我々の仲間でござるか。何のことですか。インペリアルストーンから天に光が昇るとき、それがしどもの体から発するのでござる。インペリアルストーン？ルーインの塔に祀られてるって噂の伝説の秘宝だよね。魔法と同じくらい
古い昔からある話ですよ。そのインペリアルストーンから時折天に光が昇るのでござる。僕知ってる。数年前かな。そんな噂を聞いたことあるよ。俺たちの体に光の文様が現れ始めたのはその頃、そして魔物たちが大量に発生し始めたのもその。それって光が魔物の発生に関係しているってこと？いかにも。そして恐ろしい事実を掴んだのでござる。もったいぶらないでよ。何？インペリアルストーンを操っていたのが冥王ディスティニーだったのでござる。冥王ディスティニー。冥王軍はデラクシア王国を乗っ取ったと聞いたが。ああ、王国は冥王軍に陥落した。魔物を退治して楽園を作るって歌ったんで。そもそもその魔物を生み出しているのが。どういうこと？魔物を生み出しておいて魔物を退治する。それで民は喜ぶ。俺の国もディスットロングに落ちた。魔物退治の口先だけ。今溢れ返った魔物で国が消え、罪もない動物たちまで。楽園を作るなどと還元を下ろし、最後は魔物に食い尽くされているのを、我らが光の文様がストーンの光に反応するのは神に選ばれた証。ストーンを悪用する冥王ディスティニーを倒すのが我らが使命と悟った。相続殿、光の文様の仲間として力をお貸し願えばいか。一緒に。いきなり仲間って言われても。さらに申せば、ぜひそれがしのガールフレンドになってほしいでござる。は？意味わかんないし。この人マニアックすぎるよ。怖い。悪いけど私らその冥王軍から逃げている身なんだ。大体冥王軍が相手じゃ多勢に不勢だよ。ではまずお友達から。それもないから。罪もない人々の苦しみを見過ごすならば、それはもう君主ではありません。滅びたとはいえ、私は王家の娘。人々。寝言言ってんじゃないよ。ここまで命からがら逃げてきたんじゃない。ソランジ殿、それではお力をお貸しいただけるでござるか。助けてくれ。教会が、孤児院が魔物たちに襲われているんだ。すぐに参ります。トランジュ。
見そなわす教会でこのような牢石万死に値します。汚物は消毒ですわ。うわ強い、何なのあのシスター。ともかく助けましょう。その必要はあるかな。に行きなさい。はーい。お姉さんたち、ありがとう。逃げろ。どなたか存じませんが、お助けいただき感謝いたします。私はリュクス王家の娘ソランジュ。これは姫様。私はヘルガ・ヘルミーナ。人は私をシスター・ヘルと呼びます。
姫様、こんなところにおけが。私が極上のヒールをかけて差し上げますわ。いえ、あの、こんな、はい、はい、僕も僕も、膝すりむいた。それくらい唾でもつけときなさい。なぜパーティーにアンデッド、私が浄化して差し上げましょうか。私ゾゾコゾンビじゃないよ。ひどい、ゾゾコは仲間だよ。まだ何もしてませんわ。召喚される魔物のレベルが上がっているでござるよ。すげえ、ストーン。急がねば。ええ、みんなで冥王を倒しに行きましょう。ちょっとまだ力を貸すなんて言ってないだろう。大丈夫だよ、僕もうちょいでレベルアップして賢者になるから。冥王のレベル知ってる？一生経験値稼ぎしたって届かないよ。だからこそ仲間が必要なのでござる。この人数
ングでどうこうってレベルじゃないんじゃないの。参ったね。ひらめいた。めっちゃ賢者の知恵。いよいよ僕に賢者にクラスチェンジかな。いいから何をひらめいたのか言ってみろって。冥王じゃなくてさ、ストーンを破壊すればいいんじゃない。ストーンがなくなれば冥王も魔物も。それはナイスアイデアでござる。なるほど。けどそううまくいくかな。大地、伝説の秘宝を壊していいのか。形あるものは壊れる。これ信じたよ。何賢者ぶってんだよ。いけません。人が魔法を使えるのはストーンのおかげ。そんなことも知らないのかしら。そうなの。ルーインの塔のストーンは人々が魔法を使えるように神が使わしたもの。これだから男というものは哀れというも愚かです。愚かす。生きててすみません。その神から授かりしものをリッツァのようですわね。ストーンを壊せば魔物は発生しなくなるけど、魔法そのものを失うってことか。さようでござる。遠い昔、人は神々に魔法の力を授かり、この聖剣デラックスカリバンもその古の契約の証けれど、もしその魔法のために参りましょう。ストーンの破壊なら冥王ディスティニーを阻止しましょう。ソランジュ、世界を僕たちが救うんだね。か姫様、ご立派ですわ。私もご一緒いたします。姫様。かたじけない。いかがなされた、ゾゾコ殿。なんでもないです。参りましょう。Alright folks, this concludes some gameplay footage of Code of Princess EX for the Nintendo Switch. Tell me what you think. Is it the kind of game that interests you in any way? Is it something we would pick up for the Switch, or is it something that you would avoid? Did you like what you see? Did you not like what you see? As always, sound off on the comment section below. Let me know what you think. And I hope you hit that like button. I would appreciate it. And I hope you do subscribe to my YouTube channel. If you do, make sure you hit the bell icon for notification for any new videos that I put up. Also, feel free to share this video if you want to, and feel free to donate to my channel if you like. You can do it through PayPal, me, or Patreon. Links will be in the description of this video. And I will see you again next time when I do another video. Hopefully that'll be soon. Until then, from Southern California, wish you all a good day then. Bye.